ちは、ルナです。今日から私の、冬の1週間コーデを紹介していきたいと思います。この前のね、動画も好評だったので、ちょっと冬寒くなってきたので、寒くなってきてからの1週間コーデを紹介していきたいと思います。ではスタート。今日のコーディネートはこんな感じです。今日はね、ちょっとこれにもちろん羽織るんですけど、これはステラ東京のフレアニットワンピースに、このザラのねブーツを合わせました。今日はこのバッグもザラです。じゃん。全身のコーディネートはこんな感じです。ブラウンのこのナインのロングコートを合わせました。後ろ姿めちゃくちゃ可愛いです。こんな感じ。もうね、寒いのでこういう厚手のコートを羽織っています。靴とバッグは今日はプチプラのザラで、中のワンピースはステラ東京のワンピースです。これね、めっちゃ伸びるのですごい着やすいです。はい、って感じで行ってきたいと思います。お寿司食べに行きます。今日のコーデはボーイッシュな感じのトレーナーワンピにしました。で、バッグは新しく買った、この新しく買ったっていうか、新しく誕生日にもらったミュウミュウのバッグ。こういうさ、トレーナーとかの時めちゃくちゃ合いますよね。ここにも小さいポーチがついててめちゃくちゃかわいい。で、靴、こういうね、ボイシーな感じに合わせるときはもういっつもステラを履いてます。こんな感じで、アウターは絶対寒いのでちょっとモコモコのアウターにしようと思うんですけど、ちょっと友達ん家行くだけなのであれなんだけど、アウターも羽織りたいと思います。はい、アウター羽織ってきました。アウターダウンにしました。もうね、寒いのでモコモコのダウン。これは私のお友達が作ったブランドのお洋服で、ギャフ東京っていうブランドなんですけど、今はねもうデザイン友達やってないんですけど、そう、友達がデザインしたギャフ東京のモコモコアウターです。めちゃくちゃ可愛い、超可愛い。ミニスカートなので、下に短パン履いてますけど、はい、こんな感じです。今日はボーイッシュな感じで、はい、行ってきたいと思います。絶対寒いからね。まあタクシーに乗ってすぐ行くだけなんですけど、はい、こんな感じです。ボーイッシュな日。はい、今日ねめちゃくちゃ寒いので、このステラ東京で新しく買った、じゃーん、めちゃくちゃロングのダウンを着て出かけたいと思います。で、トップスはちょっとねピンクっぽい、何ピンクだね、薄ピンクのニット、首まであるニット、これもステラ東京で、このジーンズはユニクロで、靴はもう最近ずっと履いているザラので、バッグがステラの、はい、バッグです。はい、めちゃくちゃあったかくていい、しかもちょっと韓国っぽくて可愛くないですか。こんな感じ。このね、後ろのふわふわが可愛いです。はい、てかなんせあったかいんだよ、もっこもこもっこもこ。でも着膨れしないのでめちゃくちゃいいね。このピンクのニットと相性が良くて可愛いです。寒いのに髪は全部上げてます。首が詰まってるので髪は上げています。はい、荷物は少なめ、こんな感じです。可愛い。ユニクロのパンツがめちゃくちゃ履きやすいです。マジでおすすめ、ストレッチ効いてて超履きやすい。ね、ティーちゃん。
ちちきた。ちちき。ティーちゃん。ティーちゃん。かわいい服。あれ。あれ。どこ行っちゃった。はい。行ってきたいと思います。はい。そして今日のコーデ。ちょっとね、これね、めちゃくちゃね、トップス、かわいいの。デザイン。こういう風に、肩がちょっと開いてるデザインで、ボタンがここについてる。これ、ステラ東京のです。で、普通にいつものユニクロパンツに、靴はバレンティノの靴。バッグは皆さんおなじみの、ルイ・ヴィトンのエッグバッグです。はい。で、今日はちょっとブラウンっぽい感じで、最近私、ブラウンにハマってるんですけど、じゃーん、羽織はファーファーのこの一昨年ぐらいに買ったアウターを選びました。で、このね、ファーファーのこの柄も可愛いんですけど、ここにファーがついてるのがめちゃくちゃ可愛いんですよ。こんな感じでもうポッカポカで出かけたいと思います。このファーがマジで可愛い。こんな感じ。バッグはちょっと無理やりね、持ってるんですけど、首まであるので、今日も寒くないです。ポカポカです。行ってきまーす。はい、今日のコーデはこんな感じです。もうね、中見えてないんですけど、とりあえずバッグから。バッグはこのキラキラのみゆみゆのバッグです。ここにみゆみゆって書いてある。で、靴はもうずっと登場するザラで、アウターがステラ東京のアウターで、ね、中が黒のロングワンピなんですけど、ニットのただのロングワンピ、以前ユニクロの購入品で紹介したユニクロのロングワンピです。めっちゃあったかいのよ、これが。はい、こんな感じの超着やすいユニクロのワンピースです。めっちゃ着やすいよ。めちゃくちゃ暖かいし、着心地もいいし、気持ちいいの。チクチクしたりしないので、めちゃくちゃお気に入りです。これは白も欲しいぐらいですね、お気に入り。はい、アウターを羽織ってバッグを持って出かけたいと思います。このね、コートもきっちり形がしてるので、めちゃくちゃ可愛くてお気に入りです。では行ってきたいと思います。バイバーイ。はい、こんな感じで私の1週間コーデいかがだったでしょうか。最近はね、もうかなり防寒してアウターがメインなコーディネートになってきたので、可愛いアウターをたくさん紹介しました。はい、寒いのでたくさん防寒して暖かくして出かけてください。では最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。